キャスリーン・フリーマンは、アメリカ合衆国の女優、声優である。1919年、イリノイ州シカゴに生まれる。両親がボードビリアンであったために、幼少の頃からステージでダンスなどを披露していた。しばらくして、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で音楽と演技を学び、舞台などへの出演を経て、1948年に、フィルムのワール、ザネイキッドシティで、 映画デビューを果たす。その後も順調にキャリアを重ね、ケイリー・グラント、ジョン・ウェイン、トニー・カー,アーティス、ラナ・ターナー、マリリン・モンロー、ジェリー・ルイス、ビンセント・プライス、カーク・ダグラスなど数多くのスターたちと共演した。とりわけ、ジェリー・ルイスの映画には合計10本出演し、劇中でユーモラスな演技を披露している。映画出演と、 並行して1950年代からはテレビにも進出し、数多くのテレビシリーズに出演して視聴者に印象を残した。貫禄のある雰囲気を生かして、着物座った役柄を演じることも少なくなく、ジョン・ベルーシとダンエイ・クロイドが主演した、ブルース・ブラザースでの個人員のシスター役や、レスリー・ニールセンが主演した、裸の銃を持つ、男パート331。 3歳後の侮辱での凶悪犯の母親役などでも注目を浴びた。2001年8月23日、肺がんのためニューヨーク市内の病院で死去する。82歳だった。劇場公開作としては、ドリームワークスアニメーション制作のアニメ映画、シュレックへの声の出演が遺作となった。ありがとうございます。